NHK 受信料猫ババ隠蔽。口つぐむ上田次期会長に資質は？ NHK は死亡理由を公表していないが、自殺したというから驚きだ。NHK の不祥事隠蔽が発覚した。無白は10日。横浜放送局の44男性職員が、受信料数十万円を着服していた疑いがあると発表した。昨年10月の聞き取り調査で発覚したというが、聴取直後に男性職員は死亡。NHK は死亡理由を公表していないが、自殺したというから驚きだ。NHK には、視聴者がテレビを撤去した場合、受信料を払い戻す制度がある。男性職員はこの制度を悪用し、2015-16年に架空の伝票を作って、1回あたり数万円を繰り返し着服。100、200世帯分の受信料を猫ババしていたと見られている。